不安なんだけど。確かに鶴巻さん何をするか予想できないし、けどある意味びっくり箱みたいで楽しみかも。真っ黒な箱みたいだけれど、これは一体何なのかしら。この中にはね、とっても不思議で魔法みたいなものが入っているのよ。魔法みたいなものって何かの比喩かしら。心はそんなうまい例えは使えないと思いますよ。確かに。でも黒い服の人たちからこの箱を開けたらダメって言われたわ。どうしてかしら。開けたらダメってそんなに危険なものなのかしら。だから中は見ないで持ってきたわ。中は開けちゃダメでも見てるだけでワクワクするでしょ。ママね。おお、すごいわ。美咲、一体どうして。いや、そんな